ご視聴ありがとうございます。タケパチチャンネルのたけしです。今回は PD0 から始まる異世界生活を完全攻略していきましょう。2021年1月に大都議圏から導入された319の小当たりラッシュ搭載型ミドルタイプです。ボーダーが 40.7 とかなり高いですが、超電がプラス20前後取れるので、ボーダーが 21.4 ぐらいまで下げられます。通常回転速度はやや遅めで、電サポ中の速度は普通ぐらいです。カスタムで先読みができるので、カスタムした方が良さそうです。離席タイミングは保留が溜まっていなければいつでも大丈夫です。また U タイム、潜伏確変はありません。アタッカーは10カウントで5ラウンドと10ラウンドの2種類あります。5ラウンドアタッカーはハッタマ返しで、5カウント入ったら打ち出しストップ、10カウント目が入ったら次のラウンドの打ち出しを開始します。10ラウンドアタッカーは10玉返しで、5カウント入ったら打ち出しストップ、10カウント目が入ったら次のラウンドの打ち出しを開始します。10ラウンドアタッカーに関してはオーバー入賞が多少決まりやすいですが、基本的には両方ともオーバー入賞が難しいため、カウント止めで対応した方が良さそうです。止め値は1回砲1パターンです。保留が減ったら1、2発打ち出しです。ロング解放でこぼれやすいため、無駄打ちカット打法で対応しましょう。超電中は基本的に2玉打ちで、保留が減ったら打ち出しです。演出発生時は打ち出しストップです。打ちっぱなしだと無駄玉が多くなってしまいますので気をつけましょう。超電中の演出発生時は大当たり or 小当たりのほぼ2択になります。大当たり時はアタッカーの止め打ちにて対応します。小当たりは10カウントのパカパカがきます。打ち出しタイミングがそれぞれ異なります。演出発生時1回目のパカパカは100ポイントと画面上に表示されたら打ち出し開始です。連続演出2回目以降の追加ポイントのパカパカは、まだまだスプスプスプラッシュの丸の部分で打ち出し開始です。上乗せポイントのパカパカは、画面に100ポイントと出る瞬間に打ち出し開始です。10カウントのパカパカなので、打ちっぱなしで8カウント入ったら打ち出しストップです。初打ちの方は一度打ちっぱなしでタイミングを覚えていたから対応した方が良さそうです。換金率貸し玉投下でベース 27.5、 増減率マイナス 0.15、 超電中がプラス 20.00、 出玉値間が10ラウンド平均900玉、通常回転2000回転で期待値プラス5130玉です。ボーダーがかなり高く超電に偏っている部分があるので、できればベース30以上あれば安心してフル稼働ができそうです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価、コメントお待ちしております。それでは。